カプサイシンはアルカロイドのうちカプサイシノイドと呼ばれる化合物の一つ。部分構造にバニリン由来のバニリル元を持つためにバニロイド類にも属す。唐辛子の辛味をもたらす主成分で辛味の指標であるスコビルチにおける基準物質。化合物名は唐辛子属の学名キャプシカムにちなむ。使用性の無色の結晶でアルコールには溶けやすいが、 冷水にはほとんど溶けない。摂取すると需要体化性化チャンネルの一つである TRPV1 を刺激し、温度は実際には上昇しないものの激しい灼熱感を引き起こす。この気候はメントールによる冷刺激と同様である。また、通覚神経を刺激し、局所刺激作用あるいは絡みを感じさせる。体内に吸収されたカプサイシンは脳に運ばれて、 内臓を感覚神経に働き、副腎のアドレナリンの分泌を活発にさせ、発汗及び強振作用を促す。わさび、からしの辛味成分、アリルイソチオシアネートとは、風味が異なる。カプサイシンの需要体を持つのは哺乳類や昆虫であり、これらはカプサイシンを含む唐辛子を食べるのを避けるが、蝶類の需要体にはカプサイシンが反応しないため、 蝶類は唐辛子を辛いとは感じず食べることができる。さらに、食べ物を咀嚼する哺乳類に対し、蝶類は食べ物を丸飲みにするため、種が潰されない蝶類に食べられる方が種の生存率が上がると考えられている。本化合物は1816年、クリスチャン・フリードリヒ・バックルズによって初めて抽出された。バックルズはこれを、唐辛子族の学名、カピシスムから、 キャプセキンと呼んだ。カプサイシンをほぼ純粋な形で抽出したジョン・クラフ・セレッシュは1876年にカプサイシンと命名した。しかし1898年、カプサイシンを純粋な形で初めて単理したのはカール・ミコである。カプサイシンの実験式は1919 19年 EK ・ネルソンによって初めて決定された。 ネルソンはまたカプサイシンの化学構造部分的に推定した。カプサイシンは1930年にイースパスと SF ダーリングによって初めて合成された。1961年、日本人科学者の小菅定義と稲垣幸男が類似物質を唐辛子から管理し、カプサイシノイド類と命名した。ドイツ人薬理学者、 ルドルフ・ブーフハイムは1873年に、ハンガリー人医師アンドレ・ホーグスは1878年に、キャプセコルが粘膜に接触すると焼けるような感覚を引き起こし、胃液の分泌を増加させると記している。カプサイシンは唐辛子中の主要なカプサイシノイドである。その他には、ジヒドロカプサイシンがある。これらの2つの化合物は、量の少ないノルジヒドロカプサイシン。 ホモジヒドロカプサイシン、ホモカプサイシンよりも味及び感覚が2倍ほど強い。純粋なカプサイシのイド類の希薄溶液は異なる種類の辛みを生む。しかしながら、これらの際はより濃い溶液では見られない。カプサイシンは唐辛子の防湿感覚壁においてバニリルアミンに分岐さ脂肪酸を付加することで合成されていると考えられている。具体的に、 カプサイシンは、バニリルアミンと8メチルマイナス6の根のいる、COA から作られる。生合成は、パン1遺伝子座に座上し、推定アシルトランスフェラーゼを高度している AT3 遺伝子に依存している。6種の天然、カプサイシノイド類に加えて、一つの合成、カプサイシノイドがある。ノナン酸バニリルアミドが、カプサイシノイド類の相対的絡みを決定する。 基準物質として用いられる。TRPV1 のアゴニストであるカプサイシンで、当該受容体を刺激すると、通覚神経は脱感査され、痛み刺激の伝達が抑制され、痛みを感じにくくなることが知られている。この作用基準を利用して、体上方針後に発生する頭痛治療や糖尿病性神経障害による痛みの改善にカプサイシンクリームが臨床で、 使用されているが、追加数回の塗布が必要なことに、加え、塗布直後の焼けつくような痛みの副作用が知られている。この問題を解決できる、可能性が高い鎮痛薬、もしくは炎症性疼痛から神経元性疼痛まで、様々な痛みを改善する鎮痛薬として、TRPV1 アンタゴニストの創薬研究。 臨床開発が1997年以降多くの製薬会社で行われている。実際、カプサイシン受容体と強力に結合するレシニフェラトキシンを就職したヨードレシニフェラトキシンはカプサイシン受容体のアンタゴニストとして採用する。実験用試薬としては他にカプサイゼピンやルテニウムレッドなどが有名。 臨床応用を目指したアンタゴニストとしては、SB-366,791 や、SB-754,98、SB-753,64、SB A-425,619 などが開発されている。また、カプサイシン単体ではないものの、唐辛子賃器として、シップや外用消炎鎮痛剤等の外用薬に使用される。 ありがとうございます。